久保さん借金が支える愛いろいろありますよね今回は愛とお金とポイントにしましょうポイント <laughs> あの僕あのこのコラテッとしてからマッサージ前までずっと行ってたんですけどこれしてからほとんど行かなくなって履歴を見たんですよ僕リラクルっていうあの全国チェーンのマッサージ店 言ってたんですけどこれねあの,あの前回行ったのがこれアプリがあって施術中歴が出てくるんですよで前回行ったのが去年の6月27日でということはもう10ヶ月まあ相当行ってないんですよマッサージだいぶこれ持ったなみたいなでも最近も結構きつくて行ってきたんですよでね あのー、まあちょっとコロナだからすごくなんか厳重な感じでその成立の人もこうこんなシールドしてでまあ体温測ったりとかして、まあ、やってたんですけどで最後お会計の時ですよびっくりしたのが「じゃあの今日は300円で大丈夫です」みたいな「300円?」みたいな「300円?」みたいな「300円いいっすか?」みたいな。 あ大丈夫です。あの、ポイント、あの、貯まってるんで、300円でいけますよ、みたいな。300円でした。<laughs> ま何かっていうと、まあ、あんまちょっと微妙っすかね。<laughs> ま何なんだろうな。まあ、今って、その、まあ、ペイペイのね、その、あの、久保さんが25万、ちょっと、十五万ぐらいでしたっけあれ、すごいなと思ったんですけど、なんか、かあの、 その受けるだけで多分昔ってあんまりポイントなんかヨドバシカメラぐらいし,しかなかったと思うんですよね山,山田電機とか今ってポイントとかもめちゃめちゃあるじゃないですかで多分ですよその電子マネーとかは気嫌いしてる人いるけどポイントは多分浸しんでると思うんですよ例えばスーパーの買い物した時にポイント貯まるとかねなんかそのポイントも僕電子マネーも大して変わって変わらないと思ってるんですけど <laughs> なんかその なんかこっちになると、なんかその、気嫌いして、スーパーのポイントは受け入れる。え一緒じゃないかなと思うんですよね。どう思います大したら僕変わんないと思うんですよ。T ポイントも電子マネーも大したら変わんないと思うんですね。今って。いや、昔はなんかその、まあまあもちろんそのね、その本当に地域のスーパーでしか使えないポイントもあるでしょうけども、例えば T ポイントとかだったらガソリンも入れられるし、 うん。あとは、まあ、ネットショッピングだったら、ヤフーショッピングとかだから、全部使えるし。あと、飲食店 ?t ポイント、まあまあ結構使えますよ。うん。あと、ファミマとかも t ポイント使えますよね、普通に。だから、なんか、お金と変わんなくないですか大した。<laughs> 今僕ね、そうそう、<laughs> 久保さん。そうだ、久保さん、僕あの、t、t ポイントが3万ぐらい溜まってるんですけど、t ポイントね。 t ポイントどう見ればいいんだまうまた今度、あの、紹介します。ペイ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  y p ペイペイで出てくるか。t カード。あ、これ、バーコード出ちゃいますね。ちょバーコード出ちゃうから。バーコード出ちゃうな。あ、バーコード出ない方法があった。はい。これ t ポイントね。三万、あ、三万5千になってる。 3万5,000これで僕久保さん計画今貯めてるのティーポイント貯めまくってるんですけどこれで計画してるのがティーポイントだけでどこまでいけるのか企画をやりたいですよ ね、ちょっと <laughs>、あの、エネオスで T ポイントでガソリン入れられるんで、もう計画してるのが、T ポイント、ポイントだけでどこまで、あの、全国行けるのかっていうのを、ちょっと企画でやろうかなっていう、今計画してまして。で、これ10万ぐらい貯めればまあまあ、まあまあ、ガソリン代10万みたいな感じじゃないですか。面白いんですか。ガソリン代、現金10万円。で、まあ、クレジットカードとか現金でやるんじゃなくて、まあ一緒なんですよ。やってることは一緒なんだけど、 t ポイントでどこまでいけるのかっていう結構面白いかなと思って <laughs> 絵的に <laughs> まあ今回は何だろうなまあそのまとめるとなんかあれはダメだけどこれはいいよではなくそれとそれを取り入れスーパーのポイントとかねそういうの取り入れてるんだったらこっちも取り入れればいいんじゃないっていう話ですね だから要は固定概念というか価値観というかなんかこれは良くてこれがダメっていうのはいや一緒じゃないみたいな <laughs> うんそこを入れた方がいいですよねだから本当になんかもったいないなと思うんですよねなんかなんかそのネットビジネスを未だにうさんくさいとか思ってるとかめっちゃもったいないなと思うんですよってかはっきり言ってネットしかないと僕は思っててネットでもある人にとってはネットはちょっとうさんくさいとかね今からじゃ遅いとかね 今からじゃ遅いっていうか、その考え方が遅いよって話で。<laughs> 今からじゃ遅い。うん、その考え方が遅いよねっていう。<laughs> 僕からするとうーん。だって周り誰もやってなくないですかこれだけ結構 YouTube 結構ね、認知度増えてるのに、多分ね、会社の周り誰もやってないですよ。同僚。誰も。で、みんな口を揃えて言うわけですよ。今からじゃ遅いとか。 成功できるのは一部だっていうねいや。ほんともったいないなと思いますね。うーん。だから久保さんがもし、その、今のテクノロジーですよね。こういう、うん、なんだ、ものを取り入れることができていなかったら、今の隠居生活、絶対ないですからね。100%ないです。今のこのインターネットのテクノロジー、麻雀店のおっさんがね、<laughs> ね今、隠居です、みたいなのやってるわけじゃないですか。 いや、ほんと、これ、受け入れなかったら、だから、受け入れる愛ですね。わかんないですけど、これ、本当受け入れてなかったら、今の久保さん、マジでないですからね。今の久保さんがあるのは、ちゃんと受け入れる、時代のね、その、あれを受け入れたってことなんですよ。うん。はい。ということで、あの、やりましょうってことですかね。いってらっしゃい。